トニアちゃんです。今日はですね、もう見てもらったら分かる通りに、2020年に新発売されたコンビニの新ドリンクをね、全部飲みます。でも全部って言ったんですけど、まあコンビニに売ってる商品って、まあ地域によったら全然違うじゃないですか。これはあくまで僕が行ったコンビニに売ってたものは全部買ったんですよ。じゃあ早速ね、飲みましょう。まずはですね、こちらです。桜ティーラテですね。もうこちらはですね、どこのコンビニにも売ってました。開けました。ああ、なんか桜の匂いっていうか、ちょっと桜餅の匂いがするかな、これは。味も桜餅なんかな。でも、ミルクティーと桜餅って合う？普通に考えて合うかな、ミルクティーと桜餅。僕がね、今回ね、めちゃくちゃ気になってた商品なんですよ、これは。いただきます。去年からあったか知らんけど。うん。ああ、ほんまやわ。桜餅やわ、これ。いい具合にミルクティーと合ってますね、これは。桜餅が4、ミルクティーが6ぐらいの味ですかね。なんかすごい不思議な味。これは僕今まで飲んだことないですね、この味は。うん。ああ、でもこのミルクティーは多分好み分かれると思います。だからこれをすっごい美味しいと思う人もいると思うし、なんかこれ微妙じゃんって思う人もいると思います。僕はこれ普通な感じです。一番中途半端ですけど。うん。でもこれね、絵柄がすごい可愛いんですよね、ほら。桜ティーラテっていう。でもこういうね、期間限定商品って、もう絶対ね、好き嫌い分かりますからね。はい、じゃあね、ごちそうさまでした。次はですね、こちらです。桜ホワイトチョコレートチーズケーキ、ウィズミルクプティング。長い。何これ、ピカソの本名ピカスの本名もこんな感じやったじゃないですか。めちゃくちゃ長いな、名前。でもこちらね、一応ね、双葉のね、桜商品です。桜商品。双葉の桜って聞いたらなんかちょっと悪いイメージ思い浮かべますね。双葉の桜って。じゃあね、こちらの方ね、いただきます。こちらね、結構ね、高かったんですよね。いや、どんなの楽しみやな、これも。これも多分な、多分桜餅の味がすると思うね。ほんまに全部の容器可愛いですよね。春商品って。じゃあね、いただきます。なるほど、こんな感じか。こちらはですね、ベースはね、甘いミルクなんですよ。ベースは甘いミルクなんですけども、ホワイトチョコレートがすごい強いですね。うん。ホワイトチョコレートがすごい強くて、チーズケーキがちょっと弱いぐらいですかね。これも絶対好み分かれる。だからそういうそのミルク関係の商品が好きな人は絶対好きと思います。ちなみに僕はこれは好きな方ですね、一応。で、この中に、まあ、タピオカじゃないですけど、ゲル状のものが入ってるんですよ。その食感も味わえますね。けど僕ね、ま、スタバ自体あんまり行かないんで、あんまりね、わからないんですよ、スタバが。ちなみになんか、鳥取県にはずっとスタバがなかったらしいんですよ。で、今はあるんですけど、違う会社が、一応鳥取県で鳥取砂丘あるじゃないですか。だからその鳥取砂丘にちなんで、砂場コーヒーで作ったんですよ。砂場コーヒー。もう完璧なるダジャレっていう。はい、じゃあね、ごちそうさまでした。次はですね、多いお茶の桜バージョンですね。これどんな味すんねやろう。でね、多いお茶恒例の配布があります。じゃあ読みますね。雪降れば、500羅漢の賑やかさ。じゃあ早速ね、飲んでいきましょう。いただきます。桜カラーすごい可愛くないですか、ほら。よし、どんな味ですね。匂いはなんか普通ですね、これ。普通の多いお茶。あ、でも書いてるわ。書いてるわ。中身は多いお茶の緑茶でしたから、このパッケージだけが特別と思います。私の街の未来の桜プロジェクトってやつやってて、この製品の売り上げの一部を日本全国の桜の木の、保全活動に寄付しますって書いてるから、僕が買った時のお金も多分日本全国の桜に使われるらしいですね。そういう意味ではすごいいいですよね。僕一応ね、もう大学の方で環境問題とかめちゃくちゃ勉強したんで、もう今桜がね、すごいピンチなんでね、すごいいいプロジェクトと思います。一応ね、もう出されたものはもう時間かけてでも飲む旅路をね、一応心がけてるので、もう全部飲みます。でもいけるわ。飲むの得意かな。僕昔からね、飲むの大得意なんですよ。特技が飲むなんですよ。はい、ごちそうさまでした。ちょっとね、休憩します。次はですね、こちらです。マウントレーニアララ桜。これもなんかもう桜餅感がめちゃくちゃある。
もうこれ絶対桜餅味やわ。じゃあね、こちらね、いただきます。乾杯。うん、なんかこちらなんですけど、なんか桜の葉っぱエキスが入ってるって書いてるんですけど、その桜の葉っぱエキスか何かわからへん。でもこれね、めちゃくちゃうまいカフェラテ。めちゃくちゃうまいわ、これ。匂いがちょっとありなんかな。あ、でも匂いが確かに、ちょっと桜風味がある。だから、ちょっと桜餅風味があるんですけど、その桜餅風味がこのカフェラテを邪魔してないですね。あ、これめちゃくちゃうまいわ、これ。これ美味しい。これ美味しいわ、めちゃ。うん。ほんわりとちょっと桜風味の味がするんですよ。はい、じゃあね、ごちそうさまでした。これをめっちゃうまい。個人的には。次はですね、こちらのね、桜の三ツ矢サイダーですね。でもこれもね、まあ、多分普通の三ツ矢サイダーだと思います。これも多分パッケージが桜パッケージと思いますね。じゃあ一応ね、いただきます。ノーマル三ツ矢サイダー。でもこれパッケージがなんか全部綺麗やねんな。桜デザインのドリンクって。炭酸やから来ますね、やっぱり。うーんってなっちゃう。とりあえずね、時間かけても全部飲みます。すごいスローペース飲んだら絶対いける、これ。はい。ごちそうさまでした。最後こちらですね、白玉入り桜ラテですね。なんかタピオカみたいな感じがしますよね。なんかゴンちゃんのタピオカみたいな感じが。これ一応振りますね。めちゃくちゃ桜餅。今日飲んだ中で一番桜餅味が強いね。もうザ春の感じがします。ザ春。もうザ桜ドリンクやね、これ。ほんまにめちゃくちゃ甘い、これ。でもこれね、白玉がいい感じにもちもちなんですよ。それがいいですね。うん。もう桜餅味がめちゃくちゃ強い、これ。はい、じゃあね、全部ね、ごちそうさまでした。はい、じゃあ今日はですね、春のね、ドリンクをね、全部ね、飲み終わりました。で、僕的には、マンドレーニャ、ララ桜がね、一番ね、美味しかったですね。じゃあね、皆さんもね、こちらの方で、ね、見つけたらね、ぜひね、飲んでみてください。はい、じゃあね、この動画がいいなと思ったら、ぜひ、チャンネル登録、グッド評価、そして通知ボタンもお忘れなく。というわけで、バーン。